立川隆は、日本の元プロ野球選手、野球解説者、千葉ロッテマリーンズ、マリーンズ、スポーツカレッジ名誉学長、元キックボクサー。千葉県千葉市、現在の三浜区に生まれる。大手レコード会社の社員で、野球経験のある父親の下で幼少時より、野球に親しみ、小学校時代より、父親の転勤により、宮城県塩釜市に転居する。 宮城県塩釜市に転居後に公式野球チームに入る。その後、中学校の野球部に入ろうとするが、坊主になるのが嫌でバスケット部に入る。バスケット部では、立川の活躍により、塩釜市第三中学校3年生に、塩釜市の中大連を優勝に導く。さらに同年には、リトルシニア AA 世界野球選手権大会に、投手として出場し、優勝を飾る。 拓殖大学紅れない高等学校に入学し、1992年の夏の甲子園大会にベンチ入り唯一の2年生及び5番右翼士として出場。準々決勝で9回に逆転2点本塁打を放つなど活躍。その年同校は準優勝した。なお、この夏の甲子園で拓大校寮は初戦から準決勝まで全て別の投手が勝ち投手に、 なるという長い甲子園の歴史の中でも史上初の快挙を達成した。立川は高校野球時代を通じて通算32本塁打を記録した。この活躍はその後のプロ入り陣のドラフト2位という高い評価につながっただけでなく、その後も強い印象を残し続け、文芸春秋のスポーツ雑誌、ナンバーの2010年8月9日号で、 1990年代の夏の甲子園ベストナインの一人に選ばれた。1994年から1996年、拓大工業高校時代に千葉が好きだからロッテに行きたいです。ロッテ以外にはどこにも行きませんと語るなど、地元球団であるロッテでプレーしたいとの希望が叶い、1993年のドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団した。スポーツチームでは一般には、 同県出身者を地元選手と呼ぶが、本拠地所在地の千葉市三浜区出身の立川は、新位の、ロッテの地元選手だった。同期入団として、福浦和也、小野慎吾、諸角健治、大塚明などがいる。入団した1994年と1995年は、ファームで経験を積み、3年目の1996年6月20日の、 セ武ブライオンズ戦で一軍デビューを果たした。その後は、地元千葉県出身の和製大砲候補として、順調な滑り出しを見せ、同年のシーズンオフには、江尻良監督と、広岡達郎ゼネラルマネージャーが辞任するなど、チーム運営が混乱する中で、着実に結果を残した。1997年から1999年、 翌1997年も持ち前の強打と安定した守備が高い評価を受け、後半戦には外野手の定位置を獲得し、2割7分4輪の打率を記録するなど、近藤明人新監督の下で低迷するロッテを支えた。1998年には前年の実績を評価され開幕戦から、 スタメン起用されるなど、投手陣の崩壊を受けて低迷するマリーンズの大黒柱を担う一人として期待された。近藤昭人監督から山本浩二監督に変わった1999年は、一軍デビュー以来の背番号52を24に変更。イースタンリーグで最多本塁打を記録したものの、イースタンリーグと一軍を行き来するシーズンとなった。年から年、 山本工事監督の下で、ロッテの構造改革が行われた2000年から2001年のチーム低迷期にも定位置をキープし、2000年にも2割5分を超える打率を記録するなど安定した活躍を続けた。なお、この年の3月26日に行われた、ロッテの元本拠地である、川崎球場の最後の試合となった、対横浜ベイスターズ戦、川崎球場ファイナルシーンにおいて、 本塁打を放ち、同球場の最後の試合に花を添えた。また、8月31日に行われた、対西ブライオンズ戦ではサヨナラ満塁本塁打を記録した。強力かつ安定した打撃が評価された上に、入団以来ほぼ毎年4割前後の高い長打率を記録し続けたこともあり、2002年には和製大砲の期待通りに4番打者を任される試合も多かった。 2003年から2004年2003年は出場試合数本類打、打点とも自己最多を記録し、同期の福浦和也らと共にマリーンズの会合室に貢献したものの、終盤は井上淳に定位置を奪われてしまった。ボビー・バレンタインが再び監督として就任した2004年のシーズン半ばの6月に、 打撃力の高い右打ちの外野手を求めた阪神タイガースの岡田明信監督の要求により、平下康二との交換トレードで阪神タイガースに移籍する。2004年から2005年2004年6月の阪神移籍後は背番号が45に変わった。阪神では長打力を生かして主に右の代打として出場し、6月26日には、 遺跡後初スタメンで登場しに安打を放ったほか、8月8日の対巨人戦で3番を打ち遺跡後初本塁打を放つなど、自らを阪神タイガースに招いた岡田監督の期待に応えて活躍した。しかし翌2005年は一軍出場がなくシーズン、終了後の10月に自由契約となった。2006年日本球団対談後の2006年には、 長打力が評価され、中華民国の台湾プロ野球で前年度に前期、優勝を果たした強豪チームである誠対小ぶらずに、選手権打撃コーチとして入団。しかし選手としての試合出場はなく、チームとその親会社が経営危機に陥ったため1年のみで退団した。2007年に、K、K-1 ジャパン選手育成プロジェクトに応募し、2月25日の第1回トライアウトを受験。 合格は逃したものの潜在能力を評価され、準合格となった。5月6日に、K-1 ジャパントライアウト2007で行われた、最終試験では、オードリーのカスガとシアキとスパーリングを行った。スパーでは、カスガから4度のダウンを奪い、合格。また強化指定4選手に選ばれ、京太郎レンジャーと共に、マイク・ベルナルドの下で、南アフリカ合宿を行った。 8月16日に、リハ有明で開催された、K、K1 トライアウト2007サバイバルにて、中華人民共和国の塩分外に判定勝ちし、デビューを飾り、12月8日には、K、K1 ワールド GP2007 ファイナルの、オープニングファイトで、キム・キミンに 1RKO 勝ちした。2008年4月13日に横浜アリーナで、開催された、K、K1 ワールド GP2008 イン横浜で、 えのきだ講師と対戦。1R に左ストレート、右フックで二度ダウンを奪うも、カウンターの右フックで小負けで K1 初黒星となった。2010年1月25日には、サバイバーラウンド、サンタチカワたかし引退記念工業が開催され、京太郎と2分 2R の引退記念エキシビションマッチを行った。引退セレモニーには、長田博士や古木勝明、 木下広勝や太郎かまやつなど各界から友人が駆けつけたほか観客席ではロッテマリーンズの応援団が応援を行った。2007年からは上記の格闘家としての活動の傍ら野球解説者としてインターネット放送局マリーンズ TV で放送中の1茶ゲームライブに不定期で出演した。2008年からはこの中継が再構築され、 BS デジタル放送12の BS1 にプロ野球中継と FOX Sports Japan ベースボールセンターに定期出演し解説を行っている。豊富な選手経験やコーチ経験をもとにした的確な解説が高い評価を受け、テレビ中継公式戦における解説以外にも活躍の幅を広げており、2010年に古巣のロッテマリーンズが クライマックスシリーズに進出した際には、ホームの千葉マリンスタジアムで行われた、ファーストステージ並びにファイナルステージ全試合のパブリックビューイングにも、特別ゲストとして出演し、解説を行っている。また、2016年現在は解説者としての活躍に、合わせて、マリーンズスポーツカレッジ名誉学長を務めるなど、現在も古巣のロッテと深い関係を持っており、ファンの間で、 高い人気を保っている。ありがとうございます。